ですよね、今の流行りはみんな このおろした時の細さっていうのが欲しい人が多いから、と塚本先生に二の腕の脂肪器の手術を 3件ですかね、うん、もうちょっとなんかあった気がしましたけど、ね、4、5件あった体感でしたけど、ね、そうですね、はい、3、4件ですね、見学で、ね、そう朝から8時からですよね、クリニック開けて。そうなんですよ、もう下に二の腕が細くなって、はい、終わりました一旦、はい、で実際ちょっと見学していただいて、で塚本先生自身も結構その二の腕の脂肪筋とか顔の脂肪筋とか、まあ、脂肪筋やってる先生だと思うんですけど、実際に肩甲骨横の見学と、はいはい、あとは二の腕の練習とかですよね。そうです、そうです。どうでした？まあ、肩甲骨横に関しては、うん、やっぱり私が狙ってた通り、うん、崩島先生 のやり方、うんうん、あの独自のやり方っていうので、肺とか、うんうん、こう胸の中を傷つけないで安全に綺麗に取る方法っていうのを学べたので、うん、本当に来てよかったです。本当ですか？はい、まあ、本当に良かったです。やっぱり見ないとわからないし、うん、気づけないところがいっぱいありました。そうですね、自分のやり方よりも絶対にこっちの方がいいなってすごい思いました。そうですね、はい、やっぱこういうふうにすごく勉強熱心な先生はやっぱ信頼ができる先生だと思いますので、うん、まあ、ドクター選びって本当にいろいろあると思うんですけど、そうですね、自分がこの先生がいいなって思う先生に任せるのも一つだと思うんですけども、うん、やっぱこの勉強本当に熱心とか、まあ、見学に行ってるとか、うん、いろいろ研究してるとか、自分自身もいろいろ体験してるとか、そういったことも含めて自分の体を自分の顔を任せても大丈夫っていう先生に、うん、あのお願いするのがやっぱりベストだと思うので。そうですね、それがいいのかなって思いますね。本当に、うん、なんかドクターってこうある程度症例数重ねてくると独りよがりになっちゃうところがあるんですけど、平野、うんうんうん、先生と交流がある先生はいいかもしれないですね。そうですね、はい、僕もその昔手術見学に行きたいですって言って、うん、断られたこともあるんですよ。わかります。私も葛島先生お願いした時、うん、あ断られるかなって思ったんですけど、うん、すぐに OK って連絡来てすごい優しいなって思ったんですけど、うんうん、そうなんです、ね、なんか美容業界全体のことを考えてる先生とか、うん、こう自分だけじゃなくて美容医療が良くなってみんなが幸せになることを願ってるいい先生っていうのは見学 NG 出さない気がします。そうですね、はい、出禁の先生いますもんね。いますね。確かに、ね、自分の技術がやっぱり盗まれちゃうっていう風に考える先生も多いと思うんですけども、うん、伝えられることは伝えて、その上で例えば塚本先生もそれを他のお客様に還元できたら、うん、やっぱ美容医療全体としても発達はしていくと思うし、うん、よりなんか多くのお客様がより幸せになると思うので、うん、そういった意味で僕自身ができることは皆さんにお伝えしてっていう感じで断ることはないので、うん、なんか見学したい方とか、なんかどうやってやってるか気になる方はぜひその連絡していただければ全然隠さずお伝えすることができますので参考にしてみてください。肩甲骨横はもうやっぱり狙った通りすごい良かったなって思ったんですけど、うん、まあ、繋がってるところですよね。ブラ上とかブラ上下ですね、女性はまあ大体二の腕が気になってる人ってここも絶対ついてることが多くて、まあ、肩甲骨横を見たいなと思って今日来たんですけど、まあ上背部全体もうなんか余裕があるんだったら二の腕と一緒にやった方が繋がって綺麗になるのでバランスはすごいいいなって思いました。そうですね、まあ、ちょっと説明するとちょっとこういう風にして、やっぱ二の腕ってここですよね、ここだけど、こことここってやっぱ繋がってますよね。特にここですよね、そこにあるんですよね。そう、取ってほしい。もうブラジャーのちょっと下のところがブラ下なので、うん、僕のまあ基準ですけど、このブラジャーしてるこの上、うん、ここまで通勤したんだったら、まあ、肩甲骨横でもいいのかなと思うんですけど、うん、やっぱもうちょっと下まで気になる方がいるんですよ、うん、そういった方はやっぱ背中全体、うん、ちょっと方がまあスッキリはすると思うので、うん、それはまあ、あのカウンセリングに来ていただいたお客さんと、まあ、一緒に相談しながら、うん、そうどこまで求めるのかとかやっぱ人それぞれあると思うんですよ。だからそういうのは一緒にすり合わせながら、うん、無理な提案とかは全くしないので、うん、自分が納得する形で成長をしていただければいいのかなと思います、うん、でも言われた方がいいです。なんか気づいてなかった、私ここにお肉があること。そうなんですよ。でそれは言われて気づいた。自分の体を見るときって鏡で見ると思うんですけど、うん、正面から見るときにやっぱここ気になりますね。でやっぱり横に見るとここ気になりますよね、うん、でもここまでなかなか目いかないですよね。
そうだからこれって意外とカウンセリングに行って初めて気づきましたとかっていう方が実際多いんですよ、うん、教えてもらった方がいいです。その後で気づいちゃうから絶対にこっちが遅くなって鏡見るんですよこうやって三面鏡 で、はい、でよく見るように今までよりかはなって、はい、あれ、うん、ブラジャーがバンってあったら、うん、上と下にボンボンってそうですね、がってこそっとけばよかったってなるので、はい、塚本先生も実際二の腕の脂肪筋されましたよね、うん、そうなんですよ。私やってて、うん、でやった時はなんかあんまり二の腕ね、うん、自分の二の腕そんなに悪くないとか思っちゃってて、うんうんうん、なんか振り袖だけでいいやって思ってたので、うんうん、全身やらなかったんですよね。お金もなんかちょっとかかるしとか思って、うんうん、肩甲骨横だけ、うん、まあちょっとやるかと思って、うんうん、私のメニューだから二の腕肩と、うん、あと肩甲骨だったんですけど、うんうん、今日もう一個見学してよかったなって思ったのが、うん、二の腕全周の前からアプローチするやり方っていうのが、うん、葛島先生とっても丁寧 で、うん、でやっぱりこう女性がみんな気になるこう手を下ろした時の、うん、こっち側に張り出すお肉っていうのは、うんうん、全周じゃないと絶対取れないところなので、うんうん、そうですね、ここはですね、やりたくなっちゃいました。そうですね、ここはあのここですよね、ここの胸元、うん、ここわかりますかね、ここ。こっちはないんですけどね、うん、ここは取ったんですよ。そうそう、でも、今度ここが。そう、ここ本当に難しいんですけど、うん、なんかやると本当に満足度が高いんですよ。そうそうそう、だから、なんか怖くてね、とか、まあ、手間もかかるし、やらない先生多いんですけど、うん、でもやっぱこうした時のね、こっちが、そうなんですよ、ね、痛くなっちゃいました。そうなんですよ。やっぱりここって、やっぱ本当に他の部位に比べると、二の腕の振り袖の部分に比べるとやっぱボコつきやすいとか、やっぱ技術的にも難しい部位なので、うん、そこを避けるドクターって本当に多いんですね、うん、あとは二の腕全体をそのなんか曲がってる筋肉を使って取ると言いつつも、実は3本の2周しか取ってない先生とか本当に多いんですよ、うん、練習じゃない説、そう、練習じゃないのに練習って言ってる先生も多いので、うん、やっぱ二の腕の脂肪筋して、でも本当にここだけ気になるとか、そのお肉が気になるっていう、本当に相談っていうか単位修正っていうか、もしかここをどうにかしてほしいっていう、そういった相談が多いので、うん、どうせやるんだったら一回で満足していただいた方がいいと思うので、うん、そういった意味でやっぱカウンセリングでしっかりとした適用ですね、うんうんうん、こっちない人も本当にたまにいるんで、そういった方は、ね、あの案内しなかったりするんですけど、うん、やっぱ適用がある方をやった方が、そう、最終的な満足度とかやっぱダウンタイムも一回でやることができると思うので、うん、その辺ですね、そのカウンセリングでその先生にやっぱ聞いてみるのが一番いいのかなっていうのは思いますね、うんうん、これなんですよね、今の流行りは。みんな この下ろした時の細さっていうのが欲しい人が多いから、うんうん、そうですね、絶対こっちやった方が良かったです。じゃあ塚本です、やりますちょっと檻を見て、はい、豊洲にまた、はい、吸いに来ようかな。はい、全然いつでもすごい、なんか早いし、うん、あの葛島先生なんか全然ダウンタイム多分、うん、あの見ててやっぱり早い先生と、あと術中にもう内出血がほとんど出てない先生ってやっぱりダウンタイム軽いですよね、うん、そうですね、いいと思います。本当に、うん、今やると本当にスッキリすると思うので、うんうん、全然いつでもお待ちしてるので、はい、わかりました。これちょっと証拠動画として、はい、そうですね、やってくれるって言ったので、はい、あのまた来ます、やるって言ったんで、また塚本先生があの本当にやりに来たとか、うん、そういったこともまた別の動画でちょっとご紹介していくと思うので、うんうん、ちょっとその動画もちょっと参考にしてみてください。はい、お願いします。はい、お願いします。ツイッター、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。